どうも、ベタです。パーサーやっていきたいと思います。はい、本日は特攻選手作っていきたいと思います。で、今回はゴールキーパー作っていきたいと思います。そして、イベントデッキなんですけども、まあ、この中で重要なのは指定弦のみとなっております。まあ、指定弦以外は基本的金徳は取れないかな。取らないでいこうと思います。まあ、いらないんで。指定弦と精密機械ぐらいは取ろうかなと思っております。強心臓はいいです。取りません。はい。まあ一応精密機械ぐらいはいいかなと思っております。まさかまさかのこんな時に大当たり上手。ガチの時に来てほしい。はい。で、アイテムの方は、まあいらないパードリとマルヒブック持ち込んでおります。で、マルヒブック、まあテクニックにしとこうかな。はい。では行きましょう。とりあえず、まずは評価あげよっか。まあまあまあ。そんなに今回の金徳は気にしません。キーパーの特能と、まあテクニック、ディフェンスが100にできればいいかなって感じです。まあできればパワーとかスタミナとかも上げていこうかなとは思いますが、特能はそこまで、目指すものはないです。うん。ではどうしよう。コーチないし、まあメンタルいっとこっか。まあコーチ遊ぶでおってもいいんですけどね。まあ別にいいです。まあ夜当たり上手なんで余裕で多分いけるとは思います。はい。ゴールキーパーはこっち。練習後イベント来てください。ああ、来なかった。残念。まあ、しょうがないね。指定弦だけ気をつけて。金徳。うん。ミスらないようにしてください。PK。指定弦。指定弦のコツはもらいましょう。残念。もらえなかった。涙したな。家の。さあ。ここが難しいんですよね。成果はね、ちょっとこれは難しい。基本、難しい。これぐらいかな。はい、これでいきましょう。まあ、精神100は余裕なはず。多分、メンタルいきまくるからね。メンタルいきましょう。とりあえずメンタルか、コーチかですね。コーチ、いいね。あ、でも指定弦がいる。指定弦いってもいいな。まあ、一回コーチ行きましょう。練習後イベント来い。ナイスー低弾道バントキック。砂の神髄。まあでも、どうせ切るからね。砂の神髄は。切れるんかな勝手に。わかんないよ。ゴールキーパー久しぶりに作るんだ。はい。では、ゴールキーパーコーチ行きましょう。練習後イベント来てください。ナイスでーす。ハイボールキャッチ。で、これはもうメンタルですね。メンタル連打で行きます。でも、筋力を取らないといけない。ちょっとそれがやばいんですよね。あ、じゃあ、筋力取っておこう。何くれる？うん、それで、正解。正解、正解。技術で正解。ナイスだよ。あー、今のは筋力いきたかった。哲也くん、ワンチャン筋力欲しかったんだけどな、今。で、もう一丁メンタルいこう。やばい、筋力が足らないぞ。筋力が足らない。あと20。稼げる？お、稼げた、ラッキー。では、行きまーす。はい。一応、これでコミットは成功ですね。で、前指だけ、気にしていきましょう。はい。エルコは育つ。指定弦をね、しっかりと行きたいと思います。まあ、別に特能そこまで振らないんで、うん。そんなにね、ポイントが足らないとは言いません。まあまあまあ。パワースピード。パワースピード。スピードも上げんの？一応上げとこっか。休まない。遊ばない。おついで2回。いや、1回かな。で、タックいきません。まあ、これぐらいでいっか。パワー、スピードはいいや。パワーだけ上げておきます。いきましょう。パワー20いけんじゃない？いや、無理はしない。いきまーす。無理はしない。タック1回ぐらいいっといてもよかったけどね。いかなかったんだね、結局。では、メンタルいきます。メシ。評価上げておきます。まあ、とりあえずメンタルはね。で、これはブスケツを注意して切っておきます。低い目なんで切っておきます。指定弦じゃない、ブスケツか。まあ、ブスケツでももらおうか。何くれる？キーパーに関係あるやつ。まあ、それが一番正解。ナイスです。で、これは、高速クロッサー。切りたいんだよな。切れないんだよな、確かこれ。福井部ですが切れないはず。
どうすっかなーどうすっかなー、どうしましょう。まあ認証もらっとこうか。で、コツ。おー、指定弦のコツだ。欲しいな。何くれる？まあまあまあ、いいでしょう。しょうがない。で、コーチ、あげないとやばいかな。まあ、遊ばな、お、ラッキー、コーチ、ナイス。練習後イベント、ナイス。いいよ。その調子。で、指定弦。小さい頃から指定弦。まあ、そりゃそうだわな。で、メッシ。評価これで上がるね。で、これ。なんだろう。何がいいんだろう。ちょっと待ってくださいね。久しぶりにやるんで、ちょっと覚えてません。で、浜野くんは、とりあえず、これは、技術、精神かな。海。はい、いいでしょう。そして、コツ。まあ、監督、じゃあ、コーチ評価が大事なんだけど、コーチ評価がいない。まあ、メンタルでいいや。で、あとはパワーだけか。パワー上げとこ。パワー上げときまーす。で、コツよりかは、コーチが踏みたい。コーチ。練習後イベント来てください。ねとりあえず低弾道パントキックかな。ハイボールキャッチと低弾道パントキックはないんで、それはしっかりと踏んでいきたいと思います。で、小さい頃から、指定弦。これはどちらに、じゃあどれにしようかな。どれにしようか。技術もらう。あー、技術か。敏捷でもよかったけどね。で、コーチ、練習後イベント来てください。お願いします。あー、哲也くんか。まあ、回復したからいいや。コーチがいない。ブスケツワンチャン。まあ、フィジカル、ナイスだ。フィジカルはナイス。で、食事会をしよう。回復しておきまーす。で、コーチがいてほしいたね。ナイス。練習後イベント来てください。で、指定弦が進んでない気がする。金徳の方進んでほしいんだけど。さあ、どう？はい、指定弦。何くれる？カウンター、いいでしょう。で、これは、根性もらっとこう。なので、金徳切れたはずなんで、いいでしょう。で、ここは回復もらっとく？まあ、でも、普通に回復じゃなくて、祈ろっか。1.5 倍。まあまあまあ、いいでしょう。で、ディフェンスはもう上げちゃいます。30上げちゃいましょう。スピードは上げません。技術もある程度いきます。はい、これぐらいいけるでしょう。無理かな。まあ、いけると信じてる。まあ、フィジカルは取れる。けど、いきません。まあ、このままいきます。フィジカル練習1回いこう。さあさあさあ、神社に行く。で、サッカーが上手くなりたい。ナイスでーす。いいよ。なんでこんな時に流星群引くんだろう。で、これは指定弦でいいかな。指定弦。何くれる？多いな、指定弦ポイント。OK。精神もらいましょう。で、コーチがいね。どうすっかなー。どうするかなー。まあ、全体的に技術も練習も足らないんだよな。まあ、いっか。ブスケット行っておこう。ワンチャン空中戦欲しかったんだけどな。で、俺が点を取る。とりあえず続けて、経験点だけもらってきまーす。で、コーチ来てほしいんだけど、おー、いいね、コーチ。しかも指定弦もいる。助かる。で、ですね。今。とりあえず、低弾道パントキックでいいかな。低弾道パントキックください。ああ、指定弦全部ポイントだな。しかもコーチくれなかった。残念。指定弦。これが金徳イベントです。さあ。どんどん進んでください。
で、これ休んでいいんだよね。休みまーす。コーチ3回行かないといけないんだけどなー。来てくれっかなー。で、これは、筋トレ進めなくていいんで、いいでーす。あれ？いいんだよね。まあ、とりあえずコーチ行きましょう。はい、練習後イベント来てください。で、まあ、は、低弾とパウンドキック。あ、今の切れてなかった。今の筋トレじゃなかったか。まあでも、クロスだったからいらないや。普段とバットキック。まあいいでしょう。で、いない。まあ、メンタルいっとく？メンタルいっとく？筋力は足らないね。まあいいや。で、コーチ、練習後イベント来てください。あ、来なかった。残念。フィジカルは一回行かないといけないし、行く？行ったんだっけ？行ってないよね。行っときましょう。で、技術がちょっと足らないよ。ちょっと足らないよ。イベント起こってね。で、コーチが。あ、これコーチ踏まなくていいや。敏捷だもんね。では、遊んでおきまーす、コーチ。で、ハイボールキャッチ。で、どうしよっかな。技術欲しいんだけどな。ここ行く？一回休もうか。で、コーチあと一回行かなかんの？きつくねー。きつくねーか？とりあえずコーチも、もう技術は諦めまーす。ゴールキーパーコーチ。ハイボールキャッチ。お、ワンチャン来ましたね。いいね。全力で並走。技術ゲッツ。で、技術あと23。足りる？お、足りるね。いいね。いいよ。これで完了です。はい。ギリギリ、足りましたね。まあ、2326。低いです。低いですが、正直、指定限界はいりません。まあ実績も低いけど、まあまあまあ。まあまあまあ、全然問題ないかなって感じです。基礎値は全部一応振ろうかなと思っております。パワー10ぐらいいけるけど、まあ無茶はしません。スタミナは30いこっか。で、試合経験点とかも含めて、まあとりあえずこれぐらいはいけるっしょ。はい。ハイボールキャッチ取っちゃいます。コーチはもう行きません。行きません。これで行きましょう。とりあえずスタミナとハイボールキャッチだけ取ろう。ハイボールキャッチ。で、スタミナ取っちゃいまーす。で、テクニックも振っちゃおうかな。とりあえず。で、テクニック、技術と敏捷もうちょっと稼ぎたいなー。100にしたいんだよなー。100に。とりあえずそれを目指していきましょう。では一回休みまーす。チュンガバ、残念。で、筋力はそんなにいらねえんだよな。まあでも取っとこうか。パワーもある程度あった方がいいからね。無視した。いいでしょう、司令塔。で、指定限進んでね。てか、なんでそんなにフィジカルばっか集まるの？フィジカルそんなにいらないんだけど。指定限。そう、とりあえずイベント進んで。雲男が欲しい。お、いいねー。で、これはいつもと違う。はい。いいでしょう。こういう時にテクニック見ちゃう。休みまー。あ、いや、使っちゃえ。テクニックいきまーす。はい、いいでしょう。で、メッシ君。これ。冷戦セービング。気持ちを強く出す。やってみよう。どう？え、成功した？ゾーンだ。マジか。キーパーゾーン初めて成功したかも。まあでもゾーンはいいでしょう。ネタにはなる。では、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 休もう。休みまーす。で、テクニックに来てほしいな。これは、技術。はい、ブスケッツ。ハードワークですね。まあ、とりあえずこれはテクニックで技術もらっておきましょう。はい、いいですね。
で、指定源来い。あー、ピケか。ピケ、あ、これは切っときます。はい、切って正解です。ピケか。やす、あー、生きて、生きていけダメだ。で、とりあえず振っておきまーす。振れるだけ振っておきまーす。まあ、こんな感じでしょう。では、一回休もうか。一回休みます。はい。で、フィジカルは。一回フィジカル行きまーす。で、指定源、次、進んでくださいね。お願いします。はい。では、これはサクッとピンチャンでいいかな。行きましょう。はい、終わりました。まさかまさかのバルサ軍団なのに、うん、前半後半。残念ながら、シュートチャンスゼロっていうね。まあ本当に残念です。まあでも、まあいいです。まあ合計、50人下がったかな。経験点それぐらいなら、まあ全然いいでしょう。で、指定源来てください、マジで。指定源が来てほしい。指定源。とりあえず指定源来て。やべえ、技術足んねえ。技術が足んねえ。やべえ。ワンチャン技術くれないかな。技術ちょうだい。ナイス、助かる。指定源来い。え、やばくねえ、指定源。しっかりしてほしいんだけど。で、まあとりあえずこれで行きましょうか。うん。休みましょうか。休みまーす。で、次のターン、指定源来てください。お願いします。最終ターンだよ、指定源。で、まあ、オフェンスも一応ね、正確さがあるんで、振っておきます。動作もあるし。余らなかった。オフェンス攻めまーす。で、パス取って、空中戦取って、で、セービングと集中力取って、で、パス重視かな。ロングスローも取っとこう。で、オフェンス2。はい、オフェンス1か。はい、これでいきまーす。いきましょう。あといらないよね。いらないね。ムードぐらい取ってもよかったけど、まあいいでした。では、指定権来てください。お願いします。さあ、来い。ナイスだ。成功しろ。ナイスー。熊とこう。これでもう、俺は、キーパー完成ですね。あとキーパーで足らないもの、何が足らないかな。まあ足りるでしょう。技術がちょっと足らないかなってぐらいかな。あとはゾーン取りたい。ゾーン、あれ？ゾーン、あ、上か。精神がちょっと足らないね。まあでも技術もらっておきましょう。はい、いいですね。で、一回休む？休もっか。はい、いいでしょう。で、ここから一応タックは踏んでいきます。敏捷そんなにいらないと思うんだよな。敏捷そんなにいらない予定。いらないよね。いらないね。では技術もらいに行きたいんだけど、はい、技術もらっておきましょう。そして、これはサクッとピンチャーいきまーす。せめてシュートチャンスは来てね。お願いします。はい、終わりました。問題なく1対0。まあギリギリですけども、まあ問題ないでしょう。はい、では最終試合行きたいと思います。あれ、何も来なかった。まあとりあえずゾーンは取ります。精密機械取りたいんだけどね。雲男、小中比1。難しいね。大一番も取りたいし、まあ技術足らないね。技術もらっていきましょう。はい、では最終試合いきまーす。いきましょう。まあこれはさすがにサクッとではきついんでいきまーす。はい、終わりました。まさかまさかの自動失点2点っていう、うん、残念ながら無失点ではいけませんでした。まあ満点なのかな、わかんないや。まあとりあえずいけましたね。はい、最後にしっかりと得のを振っていきたいと思います。まあ精密機械取れるのかな。取れなかったらいいです、最悪。うん、最悪、いい、いらない。こんな回避のがいる。いや、なしでいこう。なしでいこう。それ以外のは強そうだ。で、大一番はね、やっぱ2個取っておきたいな。で、ロンスローはいいや。タッカンとかもいいし。
空中戦、空中戦欲しい。で、フィジカルも欲しい。で、パス1、バックスピン1ぐらいでいいかな。敏捷、敏捷なんかいる？いる？いらないよね。モンストロムード。では、あとスピード振っときましょう。はい、はい。これでいきまーす。査定的には低いけど、全然ゾーンありの、特能全、まあ、キーパーの特能全部振れてるし、問題ないでしょう。うん。ランクも S 欲しい。まあまあまあ。うん。いいでしょう。はい。では、これで、特能のゴールキーパー会は終わりたいと思います。まあ、時間的にもそこまでかからない、特能作りとなっておりますので、皆さんもぜひぜひ、特能、特攻はしっかりと作ってください。では、ベタでした。さようならー。